皆さんこんにちは、ケンです。今日は商品紹介になります。今日紹介するのはこちら、タイヤキーというものになります。それではこちらのタイヤキーの商品説明をしていきたいと思います。まずこちらはタイヤの着脱を簡単に行える、要はタイヤレバーになります。で、まあ、従来の、まあ、タイヤレバーっていうとこういうのを、まあ、2、3本使ってタイヤの着脱をする方が多いと思うんですけど、まあ、こちらの売り文句はこれ1本でこちらの部分でタイヤのビートを外すことができると。でこちらの、まあ、要は栓抜きみたいな形なんですけど、こちらの方で要はタイヤペンチの役割と一緒で、まあ、テコの原理でこうタイヤの着脱を最後に手で押し込むんではなくて、こちらの方で簡単に力入れずに着脱ができるっていうのが、まあ、売り文句ですね。出先でもできるようにと、まあ、ちょっとコンパクトになるものになりますね。対応するリム幅なんですけど、まあ、18から28ミリのホイールのリム幅に対応してまして、タイヤ幅でいくと、18から35ミリっていうのが、まあ、最適という表現されています。タイヤによってはタイヤキーが使えないものもあるそうです。まあ、素材がナイロンっていう素材でできているらしいです。で価格は、税込み約、まあ、買う場所にもよると思うんですけど1800円ぐらいで買えるものになります。はい、まずはこちらのアルミリムのホイールとタイヤで、このタイヤキーが本当に使えるものかっていうのを私がまず実演したいと思います。まあ、こちらのホイールはですね、ホイールとタイヤの使用歴は、溝もだいぶあって、まあ、だいたい200キロぐらいしかまだ使ってないものになりますね。じゃあやっていきたいと思います。こちらに引っ掛ける部分があると思うんですけど、これを差し込んでタイヤのビートを外すそうです。ではやってみます。一応少しだけ出せました。でこれをこのままもう流すらしいです。あ、硬いな。ん？公式ホームページの動画を見ながら、イメトレしてやってるんですけど、なかなか、あ、でも、あ、いけました、いけました。ちょっと力はここ言いますけど、お、はい、外れました。まあ最初これここに、ここからこうやって外すのは簡単なんですけど、そこから先ですねをこうやって押すのが結構力いります。うん、じゃあ次は逆にはめていきましょうか。今ですね、こういう状態わかりますか？最後の部分。はい、では最後にここの爪の部分をタイヤのビートに引っ掛けて、最後のはめ込みをしたいと思います。ここに引っ掛けてこのまま私側の方の手前に引くと、お、入りました。どうですか？結構感想を言うとすごい簡単にはまりました。だけどこう引いてる時にちょっと何ですか、ここの幅が狭いんでこれでチューブを押してる感じになるんで、チューブは傷つけないとは思うんですけど、チューブにもし空気を少し入れてる場合だったら空気抜いといた方がいいんじゃないかなって、ちょっと空気完全に抜いといた方がいいんじゃないかなって。こうやって押しつぶしちゃうんですよね。押してたんですよね。でも簡単にはまりました。あ、これいいっすね。で今
今1回使っただけなんですけど、わかるかな、ここら辺がですね、ちょっと多分アルミニウムと当たっちゃったとこなんですけど、タイヤキーの方が傷ついてちょっとバリ出ちゃいましたね。タイヤリムにも傷はついてないですね。だけどタイヤキーの消耗は何回かやってると激しそうですね。はい、やり方は分かりました。今からですね、このタイヤレバーとこのタイヤキー、どっちが早くビートを外せるか、どっちが早くビートをはめれるかっていう検証をしたいと思います。比較が多いですわ。And that we would be the ones left behind.